こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、今日は育児の話とか出産妊娠のことではなくて、私の私生活の話をしたいと思います。卒業式に行ってまいりました。頑張らんで適当で、チャンネル登録よろしくね。新着動画の通知が届くよ。はい、私は皆さんもご存知のように子だくさんなんですね。なのでもう卒園式、入園式、入学式、卒業式っていうのはもう毎年毎年で、1年にだいたい入園式と入学式がかぶったりとか、卒園式と卒業式かける2やったりとかで、もうなんか学校行事のセレモニーだらけなんですね。まあ、毎年毎年そんなことがあって、で私ね、パンティストッキングっていうんですか、もうあれが嫌いで大嫌いで、パンスト嫌いな女性多いと思うんですけど、タイツはいけるけどパンスト嫌いな人って多いですよね。ね、私もそうなんですよ。パンストが嫌いすぎて、もうだから卒業式とか入学式とかも嫌いなんですけどね。あとこうお涙頂戴の感じがもうなんか耐えれないんですよ。結構感情人間なんでね、別にそんな泣かなあかんことじゃないやんって思っても、なんかもう子供たちのこう表情とか見てたら、もうそれだけでなんか泣けてきて、私は何をそんなに感動してるんかなとかって自分で自分にふーんとか思うんですけども、なんかねそういう感じがすごい疲れるのね。だからもう入学式が卒業式終わって帰ってきたらもうぐったりみたいな感じで、でも早くパンスト脱いで、もセレモニースーツを早く脱いで、もう普段着に着替えたいみたいになるんですけども、スーツも苦手やし、ヒールも苦手、もうほんまダメですね、もう苦手です。はい、そんなことで毎年毎年この季節になると辛いなーっていうのがあるんですけど、まあ、今年もね小学校の6年生奈々ちゃんの卒業式がありまして、行ってまいりました。で、今まではずっと大阪に去年まで住んでいたので、大阪での入学式とか卒業式っていうのはたくさんたくさん出てきたから、私の中ではだいたい入学式卒業式のこう段取りっていうんですか、式次第セレモニーのその段取りっていうのは全部頭に入って、もう熟知してるんですよね。はい、もうこうでこれがあって、これがあって、これがあって、こうなってこうなってこうって、はい終了みたいな、全部頭の中に入ってるんですけども、沖縄に来てからの卒業式は今年初めてやったんですね。でやってみてすごいびっくりしたのが、まず行ったら学校のね入り口のところにですね、校門の入り口のところに児童生徒へのプレゼント贈答品の受け渡しはご遠慮願いますようお願いいたしますっていう看板があったんですよね。生徒児童への贈呈品ってなって、何贈呈品って何、卒業式やから花束とかかな、なんかプレゼント渡すんかな、何やろうなとか思いながら、はてなって思いながら、まあ行って、体育館に入って、まあ、座る。私の中では卒業式っていうのは保護者もちゃんとセレモニースーツというものを着てですね、まあ、パールのネックレスにパールのイヤリングなんかをつけてですね、まあ、コサージュなんかをつけてですねっていうような。で卒業式は大体ね、定番は黒っぽい服装なんですね。で入学式になると、まあ、春になってくるので、今度はパステル調のカラーのセレモニースーツっていう、まあ黒とかでもいいんだけどね、入学式も。でも正式には卒業式はちょっと黒っぽい服装で、入学式は明るいパステル調っていう、そういうセレモニースーツで行くっていう頭があったんですよ。では行ってみました。保護者周りを見渡しました。え、待って、セレモニースーツの人がもう数えるほどしかいないわけですよ。おお、みんなちょっと綺麗めの服装ぐらいの感じの人が多くって、でも中には、え、待って待って待って、今日卒業式やねんけど、え、保護者さんですよね、え、ジーパンみたいな、はい、そんなもうめちゃめちゃほんまに普段着の人も結構いらっしゃって、でパパさんたちもスーツ着てはんねんけど、足元見たらめっちゃナイキのスニーカーとか色も赤やったり、なんか蛍光黄色やったりとかして、みたいなことがあって、沖縄は一応カレウシウェアってやつね、ハワイでいうアロハシャツみたいな、まあアロハとは違うんですよ。カレウシウェアっていうのは沖縄のその柄を、沖縄らしい柄がモチーフになったこうカラフルなシャツなんですけども、それがまあ正装になっていて、結婚式とかね、そういう時にも正式として着れるっていうカレウシウェアっていうのがあるんですけど、まあやっぱり
卒業式でもカリウシウェアのすごいラフな感じのシャツとあのズボンっていうあのパパさんたちも結構いらっしゃって、だからもうノーネクタイが当たり前なんですね。中にはほんまパーカー着てるパパとかもいて、ママとかもあの素足にサンダル、嘘やろ卒業式やで、そんな感じであの衝撃を受けました。で、まあ、式が終わって、で、まあ、その式の次第は、まあ、大体、まあ、大阪でも沖縄でもあんまり変わらなかったんですけど、終わってから、まあ、保護者がみんなで、で、在校生とかでは、こう、ずらっとみんな並んで、花道を作るんですね。で、そこに卒業生たちが、こう、あの、歩いて、はい、おめでとう、おめでとう、はい、おめでとうって言って、こう、見送っていくみたいな花道を作るんですけど、まあ、大抵大阪ではですね、花道の時に、在校生が卒業生に対して、ちっちゃい子たちが、こう、なんか、手作りのね、あの折り紙とかで作ったようなこう首飾りみたいなのを卒業生にこう順番にこうかけていったりとか、あとは一輪挿しのお花、カーネーションとかバラとかをこう一つずつこう、ね、手渡されて、卒業生それをもらってこうあの花道を歩いていったり、あとは、まあ、卒園式、幼稚園とか保育園とかやと、これも折り紙で作ったやつやけど、あの花吹雪みたいな、そういうのをこう手渡されて、こう卒園式、卒業生が歩いていくところにおめでとうってパーってこうね巻いたりとかで、こう歩いていくみたいな、そういうことがよくあったんですけども、まあ花道って私の中ではそういう認識だったんですね。で、まあ沖縄でも花道が始まって、で、まあおめでとうってこうやってやるって、まあ何も手渡されへんから花吹雪とかもやらへんにや、あ、在校生がお花渡したりとか首飾りとかもないんや、あ、そうか、へえ、何もないんやなって思いながら、でおめでとうってやろうかなって思ったら、いきなりその並んでる保護者たちがね、みんなよーく見たらね、なんかね、卒業式にしては、え、何そんなに入れるんっていうような、めっちゃでっかい紙袋みんな持ってるんですよ。私ハンドバッグ1個やね、うん、そう知らんから、うん、みんなめっちゃ大きいの持ってる、何が出てくるのって思って見てたら、その紙袋の中から花道の時にみんな保護者たちがガサゴソガサゴソってなんか出してくるわけですよ。それでブラーって出てきた、何が出てきたかっていうと、お菓子、駄菓子をね、あの100均とかのセロファン、長いセロファンの中にこう10列でお菓子をね、いろいろこう、アメちゃん、あ、大阪人なんでアメちゃんって言います、キャンディーですね、とかチョコレートとか、まあ、いろんなこうクッキーとか、こうちっちゃなね、お菓子をね、こう10列にずらーっとか並べて、そのお菓子とお菓子の間にこうキュッキュッキュッってこう縛っていって、それをこう輪っかにした首飾り、これお菓子のレイ、あのレイっていうのはハワイの、あの、お花の首飾り知ってます？あの、アロハのこの、フラダンスしてはる人とか、あとはハワイで、こう、観光客が来た時に、あの、アロハの服を着たお姉さんたちが、あの、アロハーって言って、ようこそーって言って、その、お花のレイを、首飾りをこう観光客にかけてくれるみたいな文化がありますよね、知ってる？ね、あれをレイって言うんですけど、あの首飾りをね、それをこう、モチーフにしたような、こう、お菓子のレイ。はい、それが皆さんカバンの中からドバドバ出てくるんですよ。ほんでそのお菓子のレイをこう卒業生が歩いていくところにもうみんなどんどん首にかけていくの、はい、おめでとうおめでとうってバンバンかけていって、で卒業生だんだんもうレイだらけになって、もうこんな埋もれていって、もうこの辺まで来て、もうみたいな、そんな状態で歩いてて、中にはねうまい棒ってあるじゃないですか、あのうまい棒をこう縦にずっとこういう風につなげていって、それでこう王冠みたいな帽子を作って、そんなんとかも卒業生にかけていったりとかね、あとは傘、あのコンビニとかの透明のビニール傘、あれにお菓子をもういっぱいこうぶら下げた、開いたらお菓子だらけっていう、そういう傘とかをこう手渡されて、卒業生その傘、お菓子だらけの傘を差し、うまい棒の王冠をかぶせられ、お菓子のレイでこんな埋もれるぐらいもうここいっぱいになった状態で、手にもなんかお菓子の小袋の袋とかでこうつなぎ合わせて、こうあのカバンみたいなんとか、リュックとか作ってて、そんなんとかをこう後ろから被せられたりとかで、もうお菓子だらけ、駄菓子だらけの状態で卒業生たちがみんな歩いていくんですよ、花道を。その光景をもう口ポカーンですよ、私大阪人なんで。なやこれ、え、パーティー、パーティー、何仮装パーティーみたいになって。で、みんなそれもやって、もうみんな、もうえらいことになって、で学校の外に出ても地域の人たちがまた外まで出てきてくれて、またおめでとうって言って、そのお菓子の礼をさらにその子どもたちにかけてくれるんですよ。なんかもうほんまにパーティー、イベント、え、
ハロウィンパーティーですか、仮装パーティーですかみたいな、そんな状態で、あとバルーンってありますよね。なんかこうヘリウムガスがこう中に入ってるこう浮くバルーンあるじゃないですか。あんなんとかもみんな渡してくれるんですよ。で卒業生って一応まあ学校行事は厳かなセレモニーなんですけどね、そういう中になんかもう帽子にリュックにカバンにレイにもう王冠にバルーンに傘にみたいな、そんな状態でパーティー状態でこう学校の外をみんなねヘラヘラしながら練り歩くっていうね、そういうのがあの沖縄の卒業式のねあり方というか、はい、それが結局その校門の前に書いてある卒業生児童へのあの贈答品の受け渡しは慎んでくださいますよみたいな、一応看板立ってたけど、あこれなんや、そしてしかもその学校のその看板っていうのは誰一人守らないっていうね、もうなんなら先生からもお菓子もらってるやんみたいな、そんな状態やったんですよね。でこれなんでなんやろな沖縄って思って考えてたんやけど、あの軍人さんたちが多いんでね、アメリカって基地があるから、そういうこともあってアメリカ人がすごい多いから、そのアメリカの文化とかっていうのもたくさん沖縄には根付いてるんかなっていうのが思いましたね、うん、でアメリカ人ってあのパーティー好き、お祭り好きじゃないですか。でイベントとかすごいでアメリカ人大事にするんですよね。あのクリスマスは家族で絶対過ごすし、誕生日とかなったら子供たちが育った行った後も実家にみんなこうね揃ってみんなでその誕生日を祝ったりとか部屋を飾り付けたりとか、そういうパーティー大好きよねアメリカ人でね。でそういう文化も根付いてるっていうのもあるやろうし、あとやっぱ沖縄独自の文化としては沖縄の人たちってすごい家族とかイベント大事にするんですね。であのシーミーとかってあのムーチーとかね、いろいろこう、ね、面白いそのいろんなイベントっていうのがあって、家族がみんなで揃って祝うっていうような、旧のお盆とか、旧正月とか全部もうすごい祝うんですよね。で大々的に宴会をやったりっていう、そういう文化があります。みんなでそのイベントを盛り上げていって、もうパーティーグッズいっぱいいっぱいして、それ思い出に残るそういうものにしようみたいな、そういう明るい文化があるんですよね。それがきっとこの卒業式のお菓子の礼っていうものに引き継がれていってるんかなっていうふうにすごい思いました。面白いな、知らんかったから私そんな、私はそんなん知らんから、もちろん準備してませんし、奈々ちゃんのために。奈々ちゃんまあ地域の人とかいろんな保護者さんからかけてもらって、なんだこれはってなってたけど、ごめんママ知らんかったからできんかった、ほんまにごめんってなって、でまあ今年でこれ知りましたからね、来年からはちょっと気合を入れて、あい駄菓子いっぱい買ってきて、100均でラッピングのやつも買ってきて、たくさんたくさんレイを作って、あい卒業式の時はもう大々的に私もそこに参加するぞみたいな気持ちでいます。はい、あの来年からのね、あの沖縄での卒業式が楽しみだなと思うんですけども、まあ、そんなこんなで、はい、沖縄の卒業式は衝撃でした。そしてもう一つ、奈々ちゃんは3月の9日に卒業式を迎えて卒業したんですよ。したのに、はい、1日代休を挟んで、またその次の日から3月の20日過ぎまで普通にね学校行ってね、普通に授業を受けてね、普通に給食食べてね、普通に学校あるんですよ。卒業して卒業式終わったけど、その後普通に授業やってる、給食食べてる、ランドセル背負って行ってる学校に、意味が分からん意味が分かりません。これも大阪では絶対ありえない光景でした。なぜそういうことになっているのだろうかと、あの親子でふーんってなってるんですけどね。まあそんなこんなで面白い沖縄独自の卒業式のお話でございました。はい、12人目産んじゃいました助産師久子の子育て学校、チャンネル登録してぜひ入学してください。